さて、古民家に来たのはいいんだが、なんだこのほったらかしは。やるやる詐欺じゃねえか。あ、どうもこんばんは、やるやる詐欺の、カズチャンネルのカズでございます。階段はね、今度友達の大工さんと一緒にやることになっております。いや、大雪ってのがいろいろあったり、大工の友達が忙しかったりとかあるんですけど、春過ぎ、ようやくね、動けるようになるとかいう情報がありましたので、今度友人とね、いい感じに作っていこうと思う。ほんでね、本日はこれじゃない、いろいろ周り、この古民家の周りもいろいろございまして、すげえごちゃごちゃしてんだよね。そんで今回行いますのが、じゃじゃん、こちらでございます。いや、こちらがもうほんと今ちょっと綺麗になったんだけどさ、岩ちょっとこっちに避けたりとかして、なんかもうよくわからない花壇みたいな感じになってたんですよ。というわけで本日はね、結構濃い内容になってますよ。レンガを、なんかうるさいのは田舎あるあるだな。なんか動いてんだよな、重機が。今回はね、レンガを敷き詰めて、いい感じの何かをやっていこうかと思います。というわけで早速行ってみましょう。ほんで本日は、我が弟も参戦しております。逆光で全然見えませんね。まあ行きましょう。さてなら、レンガ100個レンガ100個ご用意いたしましたよ。いや、いいものできるといいな。なんでもこういうやつはね、段取りがね、大切なんでございます。ではレッツゴー。あー疲れた。下準備としてね、次はね、まあブロックあるじゃないですか。これチャポリンコなんかつけておかないといけないんだってさ。さあ行きましょう、地味なやつ。いや全然入んねえんだよ。よいしょ。確かになんか吸い込んでってる気がするわ、お水が。さあほんで次のステップ、ただブロック置いてくるとダメなんだよね。下の方にさ、砂利とか敷いたりしないといけないんだけど、砂利を敷くためには掘らないといけないなんて大変なんだこれ。いやでもね、だからこそ楽しいのが、これも DIY っていうのかな、園芸でいいか。だから楽しいのが園芸多分こんな感じで今ラインを引いていこうと思ってるからね。目印代わりにこれでいいかな。いや待って、無駄に大きい定規あるんだった。飛んでいっか。じゃあこれで垂直を出して、そんでね、このブロックの幅分ぐらいね、ちょっと掘っていこうかなと思っております。さあなら頑張っていきましょう。わ、砂利とかあるから大変だなこれ。いやでもやるしかねえ。よし、この調子で、あとは早送りの系だな。はあ、掘ってやりましょう、なんとか。はあ、というわけで次出てきますのが、ダラララーン、砂利、大粒バージョン。これを、いい感じに敷き詰めていきたいなと思います。大粒やってから小さいのでいこうかな。まあまあとりあえずレッツラゴー。さーてと、もう全部いこうか。これをまず半分ぐらいに、足りるけな、いきます。よいしょ。あ、結構あるね。うぃー、よいしょ。よし、次はそう、しっかりと字をね、鳴らしておこうと思う。やっぱりこういうとこ手を抜くとね、後で痛い目見るから、まあ頑張っていくよ。終わってねえけど、とりあえず OK。 はあ、というわけで
本日はこんなとこ終わんねえよ。今までのカズさんとは違うんだ。こんなもんで前編後編に分けねえかんな俺は。次ここちょっと今軽く字固めたんだけどさ、いやそもそもの基礎の部分だからさ、ある程度水平、それ目指してねちょっと調整をね、ほら高さに狂いが出てきた。こっちが高いんだな。いやまだこっちが高い。こうか。くぅくぅ、また地味な作業。まあ、とりあえず頑張っていきまーす。ジョージア、テイスティ。こう甘いやつじゃなかったっけ？ちょい甘なやつ。あ、そうだ。いや、ちょい甘じゃねえな。結構甘いな、これ。いや、たまにはね、甘いコーヒーもいいね。思ったよりカロリー、57キロカロリー。うまっ。さて、次はようやく、見栄えのあるシーン。コンクリ混ぜたりとか、レンガ並べたりとかね。そっちの作業、頑張っていこうと思う。あー、うまっ。では、休憩終わったら続き、レッツゴー。はい、というわけで次はモルタル編なんですけど、モルタルをさ、なんか上に乗せないといけないんだけど、これがまた難しい、素人には。というわけで秘密兵器、モルタルはね、うち15近く入るような感じ。ここで今印つけたんだけどさ、一旦ここでカット入れます。 OK。 でもう一本同じ長さでいいね。よし、ほんでデンドラなくしちゃったのでいや、どっかにあるんですけどね。あ、こっちの方がいいんか。厚み的にはそんなに必要ないからね。絶対こっち、めんどくせえけどこれがあった方が絶対楽だからな。 DIY においてめんどくさがるは勝利にする。あとで絶対苦しむことになるんだ。お疲れ様でした。二人の力でなんとか完成。いやマジ電動器具の力ってすごいわ。さあならセメント作り行きましょう。はい、で次がデレデレ簡単インスタントセメント。なんと水と混ぜるだけで、分量が1キロに対し約150ミリリットルから180ミリリットルの水が必要ですということで、頑張っていこうと思います。とにかく開封口、はい、よっこいしょ。うぅー、なこれをよし、混ぜてゆく。よいしょー。わ、すごい分量だぞ。ほんでもう測ってきました。混ぜていきます。さあ、うまく混ざるといいんですけどね。ちょっと一旦混ぜてみよう。なるほど、内側に水をちょっとほぼほぼほぼ、よいしょよいしょ、しっかり混ざれ、よいしょ、よいしょ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 、よっしゃ、はい、できました。なら早速並べていきましょう。まず今仮置きしてみて、まあ、どんな感じになるのか、こうやってこんな感じかな。間1センチぐらい開けながらやっていくと思うんだ。あ、ここだよな。ここでこんな感じ、あ、よさげだな。なこの感じで埋めていこうと思います。じゃまずはこの L 型の場所からいこう。てん、新アイテムダイソーで売ってました。あ、いいいいね、気持ちよくね、スルンってなんか置ける。あ、これいいかも、スルンってわあ、これ実際にやらないと分かんねえだろうな。このなんかスルンっていうこの気持ちいい置き方、これ便利だわ。なこんな感じで置いていくとするか。まず置いていきます。こう置いて、よっこいしょ。
ほんで、こんな感じで置いていくだけ。で、この時に、高さをね、これこそ合わせていかないといけないんだ。割れねえかな、大丈夫かな。ゴムハンマーがあれば一番いいんだけど。もうちょいだ。よしよしよし、いい感じ。この間っこも詰めないといけないんだよな、これ。あ、でもいけることはいけるな。これで、ギュッギュッギュッと、ギュッギュッギュッと詰め込んで、あ、いい感じでございますね。な、この調子で、残り頑張っていきましょう。よし、なくなった。めっちゃ使うな。まだ1段目終わってねえのにさ。追加追加参ります。よいしょ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 。お願いします。いいっすねいいっすねいいっすね。少しずつ混ぜていくよ。ミキサーがあればこんなもの楽ちんなのにな。よっこらしょよっこいせ。おっしゃできた。よし第2杯行こう。次ようやく新兵器出てきました。これの使い方大体真ん中らへんかな。いいだろこれで。あとはいい感じに敷き詰めていく。これをよいしょよいしょよこよいしょよこよいしょよこよいしょ。ちょっと分厚そうだなこれ。まあこんなもんで。そしてこれを取ること。ほら高っ。ちょっと高いかもしれないな。でここも横側もちょっとやってしまおう。こんなもんかな。シュ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 。いや何よりこの100均のやつが便利かもしれない。シュー。よし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 。さあそしてこうだな。うわちょっと分厚いか。いやでも潰した感じでちょうどいい感じに設置していけばいいかもしれない。おーしオッケー。ちょっと分厚すぎたな俺。こっち側めっちゃはみ出てるもん。ちょっと薄くしよう。もうちょっと薄気味でいきたいと思います。さあ2段目レッツラゴー。さてんならここ半分余った。ついに昔紹介したやつ出てきたな。これだ。感じてけんとここのラインだな。これで確かカットできるはずだ。ほっ、いいよ、この通りだ。で、汚い面を内側にするといいのかな。よし、ほんでちょっと短くなった状態で一応できた。よいしょよしよし。あー整った。寒いね。よっしゃ。はい、どうもこんな感じで終わりたいと思う。ちょっとやっぱボコってんな。いやこれから少しずつ練習していこう。あとはマイブラザーがね腰して少し綺麗になってってる感じですね。こっちとかまあまあ良くなったな。はい、まあ本日はこんな感じで終わりたいなと思います。一応形にはなりましたね。今度来る時にはしっかり固まってるかと思いますので、ちょっとまた仕上がり楽しみにしましょう。というわけでレンガ花壇作りでございました。バイバイ。